花園町から徒歩4分、または萩の茶屋駅から徒歩5分。土日祝お昼限定うなぎ弁当とプラス500円で野菜天ぷらが食べ放題。さあ行ってみましょう。1580円と2980円、それとね、この野菜天ぷら食べ放題オプションでね500円、これ人数分ね、これを注文しました。今野菜待ちます。すごい豪勢ですね。ありがとうございます。大根でした。はい。うなぎはどうしましょう。もう10時焼いてって大丈夫ですか。それともうちょっとにします。一緒でも大丈夫です。野菜の天ぷら5種類。オクラ、シシト、さつまいも、なすび、しいたけ。天ぷら塩と天つゆで楽しめますよ。めっちゃ分厚い。野菜の天ぷらだけは注文できません。はい、ここで一皿目完食。次もおかわりしますよ。うなぎ二切れにだし巻き卵。このボリューム。はい、次はね、特上うなぎ2980円。これ4枚、もう言うたら1匹ね。このボリューム、そして味噌汁飲んで、最後はひつまぶし。見てください、このふわふわにとろとろ、油がすごいんですよ。野菜天ぷらオプションにつける人は並でも十分、もうお腹がパンパンになりますよ。すごい。はい、おかわりきましたよ。ひつまぶしに。はい、ここでひつまぶし。贅沢にうなぎ一枚入れたひつまぶし。これも最高。これわさびと海苔をドーン。で、だしを。出来上がり。